ここのところ、ちょっと多くてですね。こちら地図もご覧ください。同型によりますと、二十四日以降だけでも、山菜取りそうな七件発生しています。ほとんどが七十代以上の高齢者で、多くの方が。 かけのこを探しているうちに笹さ,さやに入って道に迷って遭難してしまったということですそして大野さん現在も2人が行方不明中ということです、はいうん、土曜日とか全道的に寒かったですしちょっと心配ですよねしかもこれだけこう続いているということもありますからこれから山菜取り入るという方はまあ、絶対に1人で入らないとか何かしらの対策ますます必要になってきそうですよねそうですねそのあたりですが山菜取りに入る際のポイント実際に遭難の救助に当たっている 同系の土橋正マ警部に聞きました3箇条ありますまず携帯電話は最大の武器です持っているかいないかで助けられる可能性が大きく変わるそうです電波が途切れても直前までの位置情報で助けられることもあるということです GPS のスマホアプリをぜひ活用してください携帯電波が届いていなくても GPS で地図を見ることができるアプリがあります 無料のものもありますのでぜひ山に入る際は無料のスマホアプリをダウンロードして活用してください三つ目水は必ず携帯生存率が上がるそうです遭難してしまった場合は水を持っているだけで助かる可能性が高くなるそうで水だけで三日間生き延びた例もあるということです、まあ、山菜鳥一番は無理をしないということなんですがぜひ山に入られる方安全無理せずに楽しんでください